皆さんこんにちは。プラナフォレストラジオナビゲーターの東恵麻です。今日は7月16日の金曜日、ヨーロッパ時間は午後4時20分になったところです。早いですね。7月16日ってもうね、7月も半ば、真夏ですね。で、私普段日陰っていうか家の中でね仕事していまして、外に出るのは朝の犬の散歩と、で夏以外のね季節は海沿いを1時間半ぐらい歩いて、まあ1日1万歩以上歩くようにしているんですけれども、何せ今は暑いんですよね。そして日照時間がとにかく長くて、夜そうですね、9時過ぎになってもまだ明るくって、で海沿いのリゾートエリアなので、やっぱりこうこのシーズンは観光客がすごい多くて、なかなかに騒がしいんですよね。で、まあ、今このご時世ですから、ヨーロッパはっていうか、まあスペインはもうコロナウイルス、あったよねそんなことみたいな、そういうなんかもうノリになってきて、もう終わったみたいな感じでいるんですけれども、でこれね全く同じことが去年の夏の始まりにもあって、でそうですね、2ヶ月近い結構厳格なロックダウンが終わって、もうなんかねラテン気質炸裂みたいな、もう夏だ海だみたいな感じになって、もうなんかいろんな、去年はねもういろんなところから、まあ他の地方もそうですけども、ヨーロッパのね他の国からも観光客が来て、夏の後にはまた深刻な感染者数になってっていうね、そういうことがあって、また多分今年もそういうことになるんじゃないかなっていうことがあるので、私はねなるべくこう、まあ暑いところ歩きたくないっていうのもありますけど、あんまりねその人が多いところには行きたくないんですよね。なので全然夏っていう感じはしないんですけども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。YouTube の方でもお伝えしたんですけれども、7月12日の暦的に言うと一粒万倍日ですねの日に、私個人としては初めての、オフィシャルウェブサイトをローンチしました。で私個人でというのはあれですよ、2006年にね日本にまだいる時に東京でねヨガスタジオをやっていて、その時のスタジオは立ち上げたことがあるんですけども、まあまあそれはね、まあウェブのデザイナーさんとかねそういう方にお任せしたままで、あんまりこう力も入れてなかったんですけども、今回はね私個人の活動をまとめたものになりますし、あとオンラインでねコンテンツを販売していくこともあったので、ちょっとちゃんとしたものが作りたくって、で私のパートナーであるデイビッドがそういう、まあウェブデザイナーではないんですけど、彼はねでもまあパソコン、コンピュータ関係とかプログラマーとかに関する仕事をしているので、まあ、彼に頼んで、専門分野ではないんですけども一からっていう、まあまあワードプレスのねテーマを買って、ちゃんとウーコマースとかねそういう物販が販売できるようなものを買って作ってもらったんですよね。で作ってもらった後、やっぱりこうなんだろう、彼もウェブサイト専門ではないからできてない部分とか、こう難しい部分とか、ちょっと客観的に見ることができない部分があったので、私がまあ10年以上経つよね、個人的に親しくさせていただいている友人の、まあ元々ヨガの生徒さんなんですけども、の方にちょっと質問をして、ウェブサイトを確認してもらって、ちょっと気になるところがあったらいくつか教えてもらえたら嬉しいなっていうことをメッセージしたら、本当にたくさんね気になった点を送ってくれたんですよね。なんだけど私あんまりそのコンピューターに関連する言葉とか、このシステム上のこう言語がその日本語でも全く理解ができなかったんですよね。そこをどうしてああしてみたいな、なんかもう
え、中国語ですかみたいな、全く分からなかったんですよね。だからもうそのまま通訳できるところはしたんですけども、私が言ってることが分からなかったみたいで、デイビッドが。そしたらもういただいたメッセージを Google の翻訳にかけて、でそれを強引に解読して、できるところは直してみたいなことをやって、かなり手作り感はあるんですけども、私がね作りたいこう世界観とか、まあ世界観っていうほどでもないんですけど、雰囲気とかね、形をうまく実現してくれている感じになっています。そちらではね、別にそのちょくちょく覗いていただいて何か新しいものがあるかっていうと、別にそれはないんですけど、まあね、文章を、まあ、ブログというコンテンツというか、まあ項目の中で書いてて、でもこれまでこう暮らしあれこれっていうね、ブログをやってたんですけども、もうそれがね多分明日だか明後日ぐらいにドメインだかなんだかが切れて、ウェブサイト上では見れなくなってしまうんですよね。で1年もう1年ね更新しようかなと思って、そのサーバー代だかドメイン代かな、忘れちゃった。でも6600円とか払えばまた更新できるんだけど、もうそれいいかなと思って、別に大したことない書いてないしと思って、そのウェブサイトを見れなくなってしまうんですけども、そこで書いていたこととはまた違った、そこで書いていたことっていうか、まあ書いていたスタイルとはまた違った形の文章、なんとなくイメージとしてはね、こう私たちの五感ってこう、ね、嗅覚とか触覚とか、ね、そういう感覚器官って記憶に結構影響するじゃないですか。五感と記憶っていう2つのキーワードをもとに、なんだろう、文章を書いていきたいなっていうふうに思ってて、まあなんか言ってることわからないなと思うんですけど、もし興味ある方は、ね、こうデバイスからこう文章を読んだりするのが苦手じゃない方は、時間がある時にね覗いていってもらえたらなっていうふうに思っています。また今日もすごい 前置きが長くなってしまったんですけど、あ、そうそう、それで1ヶ月前ぐらいかな、そんな経たないかな、ワクチン肯定派否定派のあれポッドキャストの内容を YouTube でアップしたら、それがねなんか3万8千回とか、まあ私の小さなチャンネルにしては割と見ていただいて、そこから新しくねチャンネル登録をしてくださった人がその時一気に増えたんですよね。ありがとうございます。でもやっぱり私が普段発信してる内容って、ワクチンがどうのこうのとか、社会の在り方がどうとか、そういうなんかテーマではなくって、あれはなんか私のチャンネルとしては結構異例ななんか違ったテーマを扱ったもので、でそれが皮肉にも結構見ていただいて普段私が発信している精神世界とか、なんか見えない領域とか、占星術とか、ヨガの哲学とか、そういうねものを普段出してますから、そっちで興味持ってくれた、そっちっていうのはね、ワクチンとかそういうもので興味持ってくださった方はね、引き続きじゃあその私のチャンネルを見たいかっていうと、そんな興味ないだろうなっていう感じだと思うんですよね。なのでその時にねチャンネル登録してくださったけど、でも別に、あ、でもこの人の出してる普段のコンテンツって実は好みじゃないかもとか、興味ないかもっていう方は、やっぱりチャンネルをね離れていってくださっていて、行ってくださっていてっていうかね、離れていって、まあそういう感じで今残ってくださる人もいて、離れる人もいて、でまた新しい人がこう来てくれてっていうね、なんかねインターネット上なんだけど、これも全部出会いと別れなんですよね。一瞬でもねこういう何か一つのテーマについて共通のね、私が持っている興味で、その見てくださってる人、聞いてくださってる人の興味が重なって、一瞬でもこう、しかもオンライン上でもね、こうすれ違うことができたりとか、こうね袖振り合うもみたいなね、そういうことができるってすごい時代だなっていうふうに思っていて、でそういうふうに思うからこそ、普段からね
動画を見てくださったりとか、このポッドキャストを聞いてくださったりとか、あとは私のオンラインの、メンバーシップに参加してくださっている、まあオンラインサロンですよね、に参加してくださっているメンバーの方とかね、そういういつも私の近くにいてくださる人ですよね。そういう人たちに対する感謝がね、本当に強くなってきてて、なんかね、こんな風に、なんだろう、自分以外の存在ですよね、に対するこう、あの幸せな気持ちを味わうことっていうのが割と最近までなかったんですよね。でもオンラインコミュニティをね、そのサロンを立ち上げて、でしっかりとつながっていくことによって、その方たちに対する責任とか愛情とかっていうのがすごくこう確立されて、その延長線上で顔は知らないし喋ったこともないような、このオンラインでね、 YouTube とかポッドキャスト見たり聞いたりしてくださってる人たちに対するもう思いっていうのも一瞬というか、まあ溢れてきて、なんかね、あ、私にもこういう深い、なんだろう、愛情っていうかね、無条件とはまた違うかな、そういう深い愛情っていうのがあるんだなっていうことに気づいていってるところです。なのでオンライン上で知り合った全ての存在が、私も含めて私と関わってくれる全ての存在が幸せで、そして心と体が健康で、そして物質的にも精神的にも豊かで、毎日が楽しいものでありますようにっていう、このアファメーションを毎日繰り返してるんですよね。毎朝文章にこう書いてるんですけど、私は。で、そういうね、アファメーションを始めたら、やっぱり私に対するポジティブなエネルギーを向けてくださる方が増えてきたんですよね。コメントで優しい言葉をくださったりとか、まあそうじゃないコメントもいただくんですけどね。最近面白かったのはですね、何だったっけな、そうそう、幸田光雄先生の判断時期を行っていたらこうなったみたいな動画があるんですけど、そこに書き込まれたコメントが1件か2件しかないんですけど、1件がね、1件はすごいポジティブな昔いただいたやつなんですけど、もう1件がなんかすっごい面白かったんですよね。まあまあ、そういう人も、そういう風に捉える人もいるんだなと思ったんですけど、まあでも私一応ね、ヨガの練習とか自分のこう精神的なプラクティスによって自分の内側をなるべくこうぶれないように整えているんですよね。だからまあ自分さえちゃんと整ってれば、あんまりこう周りの声は気にならないっていうかね、どういう印象を私に持つにしろ、やっぱりそれはね、なんか私の問題じゃないから、その人の問題っていうかね。何が言いたいかっていうと、皆さんもそうで、皆さんがやっていることが間違ってるとか、自分が正しいと思って自分が信じて行ったことに対して否定的な反応とかね、意見があったとしても、でそれがもちろん本当に心から思ってくれてる人だったりとか、普段からこうポジティブなエネルギーでサポートしてくれてる人からの厳しい言葉だったら、やっぱりああそれはそうだなっていう風に受け取って改善していくっていうね、そういうなんだろう、プロセスっていうのは必要なんだけど、自分自身を整えてこれで正しい、これでいけるって言って、なんだろう、表に出したこと、それに対してこう返ってくるいろんな反応っていうのがあると思うんですけど、基本的にはその反応にいちいち影響を受けなくていいってことなんですよね。やっぱり何かこう発信すれば、反応っていうのは良きにしろ悪しきにしろあるんですよね。でもあからさまなこう嫌がらせとか、そういう反応もらう時っていうのは、やっぱり自分にも内側に何かしらの迷いとか、そういうものがあったりして、そういうリアクションをきっかけに自分の内側を知っていく、整えていく気づきになるかもしれないし、でも反対にこう何の
なんだろう、アドバイスにもなってない、ただのその人の嫌な気分とか、重たさみたいなものがベースになった主観とかをねぶつけられても、それはそこから学ぶことはないし、まあまあそういう人もいるんだなぐらいでいいと思うんですよね。そういうさまざまな周囲からの反応っていうのを恐れていると、前に一歩踏み出すことが難しくなってくる。で、一歩踏み出さないとやっぱりポジティブな、ね、リアクションもネガティブなリアクションもないわけですよ。そこには何も始まらないっていうか、何も展開していかないっていうね。だから何かしたいけど周りにこんな風に思われるんじゃないかとか、こんな風に言われるんじゃないか、理解してもらえないんじゃないかっていうね、そういう気持ちが出てきたら、一度自分の内側をしっかりと整えて、それを行っていく目的は一体何かっていうことを再確認していく。で、それをしっかりしていくと周りの反応なんてどうでもいいやっていうふうに思えてくるんですよね。というのはやっぱり最近ね、個人セッションしているとそういうお悩みが多いんですよね。変わりたいけどちょっと変われないとか、こういうふうなことをしていきたいけど何からこう手をつけていいのかわからない、あるいはこんなふうに思われるんじゃないか、周りからこう違うふうに見られるんじゃないかっていう、なんかねそういう不安感が強くて一歩踏み出せないっていう人がやっぱり多いんですよね。とにかく今週はそういう方が多かったですね。先週、先々週はパートナーシップとの関係性で問題があるとか、ちょっと悩みがあるっていう人が続いたんですけど、今回はこう、なんだろう、自分自身の魂の目的とか、本当にやっていきたいことは何かっていう、大体皆さん気づいてるんですよ、これだなっていうことはね。でも確信が持てないでね、確信を持ちたがるっていうか、確信を必要とするだろうなこの人はっていうような天体の配置が多かったりしてね、すごく現実的にこう理解してからじゃないと進められないとか、ここまで到達しないと仕事にはならないとかね、そういったなんか結構厳しい自分ルールみたいなのがある人が多かったんですよね。でもやっぱり何かを始めたら必ず、まあその始める時の動機っていうのは大事ですけども、何かを始めたらそれを必要とする人が必ず出てきて、それに対してできる限りのこう自分のね力や才能やエネルギーを使って、でそこにこう常に自分の心をねニュートラルに純粋に整えて取り組んでいくことさえできれば、うまくねいろんなことが回り始めるんですよね。なのでまあ大体私は最近皆さんにアファメーションとかをおすすめしてるんですけども、またねアファメーションのパワフルさを最近実感することがいくつも来てるので、またポッドキャストか YouTube の方でそういうことを潜在意識ですよね、潜在意識についてそういうお話をしていきたいなと思っています。またね潜在意識とかアファメーションに対してテーマ取り上げてほしいなとか聞きたいなって思ってくださる方がいたら、ぜひね YouTube で聞かれてる方は、コメント欄でね教えていただけたら嬉しいです。でポッドキャストで聞いてくださってる方はお手数ですけれども、プラナフォレストライフ .com の方に行っていただいて、そちらにねお問い合わせフォームがあるんですけれども、そちらでポッドキャスト番組のご感想もお便りとしてお待ちしています。今日も最後までお聞きくださってありがとうございました。また次の放送でお会いしましょう。プラナフォレストラジオでした。